皆さんこんにちは、エルザです。今回は無課金・微課金視点での無凸・持ちなし・軽流の最適編成は誰がいいのか、少しでも火力が漏れる編成を普通プレイヤー視点で組み合わせを解説となります。軽流を扱っていると壊滅の運命っていうこともありますので、耐久面とか火力の両立っていうのが難しいですよね。前回ピックアップされた不弦がいれば多少は火力寄りのご利用し編成なども可能なんですが、キャラが揃ってない人からするとかなり大変かなと思います。特に PS5 から始めたっていう方の場合は難しいですよね。そこで今回は軽流の編成をするにあたってのコツや組み合わせで必須なことを解説していきたいと思います。では早速話していきましょう。まずは編成の結論からいきたいと思います。理想と星4構成だとこのようになります。理想パーティーと無課金向けのパーティーで大きく変わりますよね。理想パーティーの場合は SP 消費を抑えながら手数で押していく構成となっています。意外と耐久面と火力を両立できるバランスのいい構成となってます。続いて星4構成の場合は回復、タンク、サポの基本構成となります。壊滅キャラはヘイト値が高めなので戦力の持続力と火力の両立というのがとても重要です。そのためどうしてもバランスを意識した構成になるんですよね。このように理想と星4のパーティーでは大きく変わります。当然理想パーティーの方が火力は出せますが、工夫次第では星4でも火力を出せますので、まずは安定から取るようにしていきましょう。それでは星4編成でも火力を出すためのコツを説明したいと思います。軽流の火力を盛るには天候の状態の攻撃力バフが重要となります。実はこれ味方の HP 上限に依存する性能となっているんですよね。そのため軽流のバフを最大限受けるには他3人の HP 管理が必要となります。だいたいバフの伸びとしてはテンプレベルで変わってきますね。なのでテンプレベル8の時はだいたい9000前後が必要となります。まあ、ここは目指しやすいかなと思いますね。ただテンプレベルが12となれば HP の上限としては11000くらいは欲しくなります。だいたい3人で4000近くが欲しいところというところですね。この点を考慮するとなるべく豊穣キャラで HP を持ったりしないと恩恵が受けきれないということがあったり、場合によっては他の2キャラの異物調整が必要となります。バフキャラを入れて火力のアップの恩恵も大事にしたいというところですが、自身のバフでも最大限の火力を出す工夫というのをしないとなかなか火力が伸びませんので、編成が決まったら HP の合計値を出すようにしてみましょう。それではおすすめ星4構成の注意点について話していきたいと思います。まずテラに関しては耐久値が低く HP の異物をつけない場合はチーム全体の HP が低くなりがちっていうのがありますね。さらに軽流の HP4% 消費が重なってくると一撃が重い敵に対して危険な状態になりやすいです。高難度の敵を相手にした時は一発が重たいですからね。常にバリアと HP のバランスを見るようにしていきましょう。続いてリンクスについてですが、オートだと必殺技とスキルを若干渋るように感じます。オートでも必殺技のタイミングは気にするようにした方が安定しやすいことが多かったですね。またリンクスのスキルはヘイト値がアップしますので回復のタイミングには気をつけるようにしましょう。最後に孫悟主人公ですが、チームの耐久値を上げる重要なキャラクターです。この枠で生存が決まると言ってもいいぐらいですね。育成時代は防御力に振り切って大丈夫なんですが、 HP 合計値に合わせて異物を入れ替えるってことはしないといけないかもしれません。味方の耐久値が軽流の生存につながっていきますので、全滅や軽流が先に落ちる場合っていうのは異物の組み合わせについて見ていくことをお勧めします。続いてバフとデバフキャラに関して話していきたいと思います。条件に関しては各キャラクターのスキルと必殺技の後に天候状態の拡散攻撃した時のダメージで比較したいと思います。能力値の変化もありますが、バフとデバフではどれくらい差が出るか見ていきましょう。で、スーツとしてはこんな感じになりました。まあ、結構会心出しやすいキャラなので安定した数値になりましたね。ただ今回も平均値でやってます。で、ダメージと各キャラのステータス、デバフの状況はこんな感じです。
まあ、順位は1位ブローニャ、2位ペラ、3位ケイウンという結果でした。ブローニャに関しては会心ダメのバフが乗るので伸びが良かったっていうのがありますね。で、続いてペラも高円錐のデバフが効いて火力が伸びたっていうところがあります。で、ブローニャに関してなんですが、火力を漏れる上に軽流の速度アップで攻撃ターンを増やせますので、かなり強いなと感じました。攻撃の頻度がとにかく高いんですよね。ですがペラもデバフによってこれだけ火力が出るのであれば、敵のターンが来なければデバフはバフよりも維持がしやすいっていうのがあります。なのでブローニャがいない人の場合は相性がいいキャラと言えますね。で、最後テイウンなんですが、テイウン自体も悪いキャラではないです。ただ2人と比べるとちょっと伸びが甘かったなという感じですね。ただバフとデバフはみんな優秀なキャラなので、こちらの3人を変えながら使っていくっていうのが一番いいですね。それでは最後に構成について話していきたいと思います。まず基本的な構成は軽流、デバフ、タンク、ヒーラーとなります。基本の構成ではありますが、安定感が上がりますのでバランスよく軽流を活かすことができます。ではこれをもとに他の編成も紹介していきたいと思います。続いてはデバフ、バフ、タンク、ヒーラーという組み合わせですね。なるべくやられる前にやる編成といったところです。で、タンクヒーラーの部分ですが、まあ、タンクとヒーラーが極端にいいキャラを持っているならありな構成というところです。回復がある程度自信あるというところであれば、白露とかヒーラー系でもいいかなと思います。またデバフ枠に銀狼を入れるということをすると、氷弱点を付与できるので対応力の幅が広がる構成となっています。まあ、銀狼はやっぱ強いですよね、そういう意味ではね。で、模擬宇宙で北条と組み合わせるとなかなか強い編成でもありますので、このあたりは考えものだなというところです。で、最後の構成なんですが、軽流、ブローニャ、テイウン、フゲンの4人です。で、こちらも火力特化の編成なんですが、ダメージをとにかく出したい場合はこちらがありですね。めちゃくちゃ強いです。ただ編成がもう固定になりますので、持っているならありくらいが一番いいです。で、基本的に1と2をうまく使い分けるのがベストかなと思います。まあ、3が揃えば一番いいところですね。軽流の単体火力が伸びます。で、とにかく HP の総合値とチームのバランスが大事となります。軽流だけ育てても火力は伸びなかったり、デスの頻度が多い場合は編成を見直すようにしていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。